歌よ。響き。不転にはなんねえと思うんだけど、絶対に。でも120点作れるような気がするんで、一緒に頑張りましょう。パートナーを観音様と思って、使える気持ちでこれから一緒にいて、幸せな家庭作ってもらいたいなと思います。それじゃあ乾杯したいと思います。トモス純ちゃんおめでとう。乾杯。本当に皆さんありがとうございます。なんかもう結婚パーティー、なんか本当にみんながすげえ協力してくれて、なんか思っても見なかった感じになって、本当にありがたいです。いい街だなってやっぱなんかこうお金じゃない何かっていうか、もう本当にマンパワーでみんなが助けてくれるんで、これからもなんかそうやって楽しいことばっかりやっていけばうまくいくんじゃないかなって思ってます。本当に今日は皆さんありがとうございました。